戒するよう呼びかけています。このほか関東甲信と静岡の6つの河川に氾濫危険情報が発表されています。荒川は埼玉県熊谷市の観測所で、入間川は埼玉県の東松山市と坂戸市、川越市の観測所で、浅川は東京八王子市内の観測所で、相模川の中流は神奈川県厚木市の観測所で、千曲川の上流は長野県佐久市の観測所で、菊川は静岡県菊川市の観測所です。厳重に警戒してください。防災担当の松本解説委員に聞いていきます。松本さん、はい、多摩川ですとか荒川県水位に達して、国土交通省と気象庁は氾濫危険情報を今出して警戒を呼びかけています。注意が必要ですよね。はい、はい、まさに厳重な警戒が、その氾濫危険水位というのはですね、はい、あると大きな川と小さな川の状況で、この紫色あるいは濃い紫色のところというのは非常に氾濫の危険性が高い、水害の危険性が高いところ、はい、赤も非常に高いところ、この辺りが高くなっている、はい、で特に目立つのはこの大きい川で水位が非常に上昇しているということですね、はい、それから多摩川そして、相模川ところで非常に危険な水位、氾濫危険情報が出て、周辺では避難が必要な切迫した状況になっているということです。そして、注目したいのがこの上流の地域ですね、はい、これは今日午後に入ってからずっとこういう紫の状況が続いていて、はい、さあ続いてはそんな博士ちゃんが普段どうやってレアで美味しいわらび餅抹茶ゼリー、下の部分はホイップ抹茶ムース、抹茶ゼリー、はい、ありがとうございました。普通に美味しいですから、はい、ね、はい、はい、だいぶ役に立ってんな、俺とてっちゃん営業的なんかかわいい、かわいい、まだ1ヶ月なんで、はい、はい、はい、柔軟な発想で世界に、人は無限な。そして群馬県の富岡市では住宅の2棟が損壊して3人の方が行方不明という情報も入っていますが、土砂災害も当然警戒しています。土砂災害の危険地域も広い範囲に広がっています。栃木県では埼玉、そして東京、神奈川の山の地域に濃い紫、南紫色の水、土砂災害、やっぱり土砂災害の危険地域、はい、で西日本豪雨の場合は9割の犠牲者が危険地域で出ているんですね、はい、土砂災害の警戒区域等ですね。ですからそうした地域にお住まいの方はですね、はい、厳重に警戒をしていただきたいと思います、はい、そしてここで新しい情報です。